こんにちは、タイハッピーです。今回の動画は獣王キューブウェポンの EX キューブ、ヒョウ、フクロウ、シマウマ、カモノハシです。前回の放送で鳥男がヒョウを掘り出してましたね。まあ、この勢いで全部出てくるのかどうかちょっと分かんないんですけれども、どうなるのかは非常に楽しみです。まあ、EX って書いてあるから番外編だとは思うんですけれども、まさかのリレコリカラーでここまで出るとは、獣王者すごく恵まれてますね。武装シリーズでロボとの合体はしないんですけども、イーグル、シャーク、パンサー揃いましたね。まあ、ヒョウですけれども、フクロウはメカこそないもののジェットマン以来ではないでしょうかね。で、ヒョウはハンマーですね。アックスではないです。そしてフクロウはカッター、ブーメランではないです。細かな違いはまた後々見ていきます。そしてそのお隣、カモノハシ、シマウマ、キリンとモグラのリデコリカラーなんですけれども、シマウマの方は首が長い、まあ、だけどペイントのおかげでシマウマっぽく見えてるのも不思議です。で、シマウマランチャーとカモノハシレーザー、なんか噛みつきで攻撃しそうなんですけれどもね、まあ、レーザー撃つみたいです。カモノハシ自体は爪に毒があって、それで引っかいてっていうのがあるんですけども、毒を吐き出すのかどうかは分かりません。箱に入ってないのが意外でしたね。それではこちらから見ていきましょう。はい、こちらが台紙です。トリセツは入ってなかったです。パッケージの裏が全てトリセツを兼ねてるみたいですね。そして現物の袋、単に色違いかなと思いきや、中央部分は新規造形なんですよね。で、この翼を折って、これで動物モード。成形色の違いと中央のパーツが違うだけで、まあ、両端の翼は形状が同じです。続いてこちらのヒョウ、クマの色違い、リカラー品です。まあ、これもパターンが塗装されているのでね、ヒョウっぽくは見えます。変形方法、操作方法はクマ、そして金のパンダと同じです。簡単変形でヒョウです。これらの情報が出てからは、まあ、本編には登場しないのかなと思ってたら、まさかのね発掘シーンがありましたからね。まあ、今後全部出てくるのかどうかなんですけども、ね、非常に楽しみです。はい、これがキューブモードの袋。はい、続いてはカモノハシ、シマウマ組を開封。同じく取説はなしです。台紙のみです。はい、まずはカモノハシから。青がすごく綺麗です。まあ、モグラのくちばしだけですね、新規造形。まあ、ここら辺のパーツ構成なんかも同じです。まあ、モグラはドリルだったんですけど、カモノハシはくちばし、青でちょっとメタリックが入ってる成形色。牙といい、目つきといい、なんか非常に悪そうなカモノハシです。続いてはこちらのシマウマ。これは完全にキリンの色違いです。首が長いんですけれどもね、この白地にね、黒のラインの塗装がシマウマっぽさを出してますね。まあ、縦髪もシマウマっぽいです。まあ、変形方法はキリンと同じですね。まあ、そのような感じで2個セット ×2 が新規でね出た獣王キューブです。はい、それでは似たアニマルを比べてみましょう。下がフクロウで上がコウモリです。中央のパーツの新規造形、まあ、表情も形もね全部違います。で、翼の形状は一緒なんですけどもね、ペイントの違いがあるのでちょっと別物に見えるんですけども、まあ、変形パターンは同じです。両隣合わせてみると全然違いますね。で、翼部分も見比べてみると、まあ、使ってるパーツは同じなんですけども、ペイントの違いです。番外編 EX としてこういうの出すってことはね、よほど、まあ、バンダイは強気なんでしょうかね。で、ここのレバーを出すとカッターです。フクロウカッター。続きましてはヒョウとクマです。顔がね、やっぱりペイントのせいで全然違いますね。造形は同じなんですけども、ここまで違います。そしてもう一つ、金のキューブパンダ、同じ形のが3種類出ました。まだら模様風のペイントがね、より一層ヒョウっぽさを出しているのと同時に、
まあ、鼻の横、口の上ですね、まあ、点々点々っていうところもね、猫科の動物っぽくなってます。足が4本の動物であればね、もう成形色とペイント次第では何にでも使い回しができるのかなと思います。まあ、ピンクで鼻も特徴的なものにしたら豚とかね、いろいろ作れるかなと思います。で、ウェポンモードは、まあ、クマパンダと一緒です。まあ、変形はこのようにして持ち手を出せば、今度はハンマーです。こっちの方がね、アックスでクマの方がハンマーの方が合ってそうなイメージです。はい、続きましてはカモノハシです。ブルーメタリックの成形色でくちばしが違います。で、紫がモグラ。モグラはヘルメット部分が黄色く塗られてるんですけど、カモノハシはそのままペイントなしで頭部を再現してます。ドリル、くちばしが大きな違いです。それ以外の形状は全く同じです。成形色の違い、まあ、このカバー部分の軟質パーツも同じですね。カモノハシはカバー部分が柔らかいです。共に正面から見るとこのようなイメージで、まあ、頭の部分の中がくり抜かれてますね。まあ、横から見ると一番それっぽく見えます。キューブモードはくちばしを畳んでボディを畳むとキューブ、モグラと同じです。続いてはシマウマです。こちらはね、新規パーツはなしで完全なる色違いです。キリンの色違い。パッと見て、あ、シマウマってわかるぐらいのカラーリングですよね。キリンを知らないでこれを見たらね、首長くねっていうのはね、やっぱり思わないかなと思います。それでは全小型のキューブちょっと置いた状態で比較してみます。はい、それではウェポンモードで持たせてみます。まあ、この4体のロボに持たせてみます。まずはコンドルワイルドから、モグラのドリル、こちらを左腕、まあ、続いてね、まあ、似た形状のカモノハシを右手に持たせます。モグラとカモノハシ両手持ち、ドリルとレーザー、遠距離攻撃と近距離攻撃です。で、続いてはシマウマランチャーとキリンバズーカを持たせてみます。まあ、キューブモードのシマウマ、まあ、これが動物モードで、まあ、首を上に向けるとランチャーモードで、これを獣王キングに持たせてみます。右腕の方に装備、これでシマウマランチャー、遠距離の武器です。まあ、続いて反対の方の腕にはキリンバズーカ、これを装備させてみます。両手持ちです。シマウマとキリンの共演。はい、続いてはワイルド、クマとヒョウを装備させます。まずはキューブヒョウから、キューブモードでここを伸ばして持ち手を出すと、ヒョウハンマー、打撃技です。これでガシガシ叩くわけですね。反対の腕にはクマアックス、斧です。持ち手を出して持たせると、斧とハンマーの両手持ち、切って叩いて、まあ、どちらもね、鈍器に見えるので叩きまくるっていう表現の方がね、似合ってるかもしれません。そして4つ目はこちら、フクロウカッター。翼をまっすぐに伸ばして持ち手を出すと武器の完成。そして反対の方の腕にはコウモリブーメラン、同じように変形させると完成です。で、この武器を搭載獣王に持たせます。
まずは右の方の腕に緑の袋カッター装備、そのまま振り回して切りつけるのか、それともブーメランのごとく投げて敵に当てるのか、どういう活躍するのかがちょっと楽しみですね。袋カッター装備の搭載銃を、そして反対の方にはコウモリブーメラン持たせます。あ、やばい。はい、これで両手持ち。まあせっかくですからね、劇中でこういう全ウェポン同時装備とか出てくれたら嬉しいですね。まあ、組み合わせはやっぱりいろいろあると思うんですけども、8種類全部同時に出てきてくれたら嬉しいです。まあ、パンダに限ってはね、ほんの一瞬だったんですけども、まあ、そっちは望みがないと思います。まあ、せっかくなのでね、こちらもやっていきましょう。 EX ワイルド搭載キング、カモノハシとコウモリ、こちらを右足に装着。左足はシマウマと上の方にヒョウ、これを取り付け、これをベースに EX 合体していきます。はい、そして完成、適当に命名ですけども EX 合体ワイルド搭載キング、同じ形状の動物を付け替えるだけでね、ガラッとイメージ変わりますし、まあ、さらにオリジナル合体の幅が広がりますね。実際こういう形状出てきてくれないかなとか願ってます。まあ、今回はね、単体ではなく2体セットの2つのパッケージで発売されたわけなんですけれども、同時に4種類のキューブウェポンシリーズが出たので、一気に動物園が賑やかになります。まあ、そんなわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございます。